おはようございますすス、えー、スマイルアスリート教師学年主任です、えー、今日もですね朝のスマイルアスリート活動ということで、はい、朝の回編をお送りしたいなと思います朝の回で、えー、これを必ず入れてほしいなっていう話でございますそれは何かというとはい失敗談でございます ねえ、やっぱり先生の失敗談を子供たちに話す。これがめちゃめちゃ大事だと思うわけですよ。っていうのは、えっ、ー、と、自分もあの、中村文明さんの、あのー、YouTube の方を見ててですね、昨日見て、で早速昨日やったんですよ。<laughs> はい。で、よかったなと思ったんで、もう皆さんにすぐシェアしたいなと思ったわけです。で、あの、失敗談をすることによって、まあ、得られるメリット、ね。 があるからですよね。あの、皆さんに伝えたいと思うわけです。で、これは三つあります。一つ目。自己開示です。先生の、なんか先生って、なんていうんですかね。偉くなきゃいけない。すごくなきゃいけない。立派じゃなきゃいけない。そんなような固定観念というものありませんかありますよね。で、ただ、そういう人って、はっきり言って、可愛くないじゃないですか。<laughs> 可愛い人間と一緒にいたくないですかそれは見た目っていうよりも、人間として可愛らしいっていうか、愛らしいっていうか、僕はそうやって思うんですよね。だからこう、ツンケンして、俺すげえんだけどっていう子供いますよね。リーダーだし、勉強もできて、はあみたいな人を馬鹿にしたような、完璧みたいな、俺完璧だし、みたいな、そんないうな人よりも、なんかこう、可愛らしい。 よく失敗するし、もうでも全力でやるし、みたいな、そういう可愛い人間と、まあ、接するためには、やっぱ自分を出す、隠すんじゃなくて出すっていうところがとっても大事だと僕は最近思ってるんですね。なので、もう自己開示、どんどん開いていけるっていうところがやっぱメリットとしてあって、それによって可愛がってもらえるってところあるんじゃないかなと思います。二つ目は共感。 ですよ、ね、あ俺もこの間こんなことあってさ失敗で話してるとどんどん食いついてきます俺も話したいってなるんですよね共感してもらえる、うん、だからバカにするっていうよりもこの共感の方が自分は本当に感じましたよね。 先生バカやんよりも、俺もそれやった俺も俺もっていうふうに言ってきてくれた小学生さん、小学3年生ですね。めっちゃ可愛いと思いましたね。そして3つ目。失敗最高ですよ。つまり、失敗をしないようにするっていう教育もうやめません、そろそろ。皆さんほんとそろそろその窮屈な感じ。 はい。会社に入ったら失敗できないと失敗したら、うーんと、営業成績や会社の利益を損なうことになってしまう。だから失敗しちゃいけないって。もう、きつくないですか。その結果、今どんな社会になってますか。皆さん、もうそろそろ失敗最高でいきましょうよ。ミス <laughs> いいねじゃん。いいねじゃん。だって <laughs>。いいねじゃないですか。宿題忘れました。おい。 何を宿題忘れてんだよ、お前。またお前忘れたんか。じゃないっしょ。宿題忘れました。いいね。どうしたら、次忘れないで、これかね。どうしたら、持ってこれるようになるかね。どんどん、この失敗というものを、次のステップに変えていく。ここをやはり学校教育で、教えていきませんかね。そうせんと、もうただの、 社畜養成所っすよ。このままじゃ。ちょっと間を取ってみました。<laughs> <laughs> 学校教育が、ね、その社畜を養成してるんであればね、今のこのうつ病の子たち、あ、子たちだっていうかね、あの、うつ病に悩む子たちとか、ね、真面目な子たちほどうつ病になって、ね、社会の中で辛い思いしてるこの現状から、そろそろ、 失敗しましたって言った時に笑顔で、いいねって言える世の中に変えていきませんかいや、現実そうなってないやんと。現実、ね、社会はそうじゃない、厳しいよって。だからその現実みんなで変えていきましょうよって。だから僕は、共犯者が必要なんですね。社会変えていくんで、世界変えていくんで、僕は。うん。そのためには、本当に今、ね、大地先生や、 のぶさんと共に、あの、ワちゃトヨタというイベントをどん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 大きくしていくっていうふうに決めては、まあ、いるんですけど、それはもう全て僕、この失敗最高、いいね。これを世界に届けていくためです。この考え方が伝わっていけば、間違いなく、間違いなく、世界はもっと幸せになります。なりますよね。上司から何がミスして、 同活され、怒られ、叱られっていう風にするんじゃなくって、失敗しても上司は笑顔で、そうか、いいね、じゃあどうしてったらいい言ってくれたら、そんな会社辞めるわけないですよね。その上司のこと嫌いになるわけないですもんね。僕は、そんな世界を作るために、どんどん毎日、僕は共犯者を作るために頑張っていきたいなと思います。ちなみにこの失敗っていう字。 今、ひらがなにしてるんですよね、あえて。失う、うん、負けるじゃないですか。いや、もう、失うものなんかないし、負けるものなんかないのに失敗って、あの感じを当てるじゃないですか。なんかいい感じがあったら、ぜひ、皆さん、あの、教えてください。ということで、ちょっと今日は、朝からですね、スイッチ入っちゃいましたね。<laughs> とことで、えー、ちょっと長くなってしまいました。はい。ということで、失敗談をするとですね、まあ、3つ、あの、ありますけど、失敗談をしていくと、朝から笑顔になるわけですよ。 うん、だからやっぱり教室を、朝、まあ、笑顔の花を探してですね、それで一日をスタートさせる。そのためにも朝の会で、うん、やっぱり失敗なん、うん、を話すのは一つのアイデアとしていいんじゃないかなということで提案させていただきました。はい。えー、自分と相手の可能性を100%信じて、今日も一日過ごしていきたいなと思います。チャンネル登録、本当にありがとうございます。まだの方はですね、ぜひチャンネル登録お願いします。そして高評価ボタンの方もよろしくお願いします。せーの、いいねー ありがとうございました。